ちは、まさに6494です。今回はですね、インフルエンザの治療薬であるタミフルというお薬がですね、もともと警告として、飲んだら10代の人、それに限らずなんですけど、飲んだら異常行動が出るということで、10代の患者さん、インフルエンザのかかった人には、使用制限がかかっていたんですけど、それが解除されたということについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、客観的な意見としては、そうですね、結構みんな情報というか仕入れてるみたいで、インフルエンザにかかる人口が多いっていうのがあれなんですけど、もともと医師からしたら、タミフルを飲んだことによって異常行動になるということって、関連性が明確ではないということだから、別に飲んでもいいんじゃないとか、あとタミフルを飲んでた頃は結構効いてたから助かるっていう声とか、あと薬、タミフルだけじゃなくて他の薬も、そういったことになる可能性があるから、それは個人のリスクの管理だよねっていうこととか、そういったお話とかが多かったかなと思いますね。あと、飲む自由、飲まない自由っていうことですね。それは自分が決めることであるというなどかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、そうですね、多分前にも動画1回上げたかなと思ったんですけど、異常行動の因果関連がないと、根拠がないということで、今回解除された、通知が行ったみたいですね。厚生労働省から、製薬会社に通知されたということですね。その薬で効く患者さんがいれば、いいかなということです。一応、注意喚起というか、なった可能性があるということで、被害が拡大されないようにするための警告であるので、それは問題ないかなと思います。普通にその以前の警告の欄で、何年か経って関係なかったよねっていうことで分かった結果外されたということで、これは別に正しい判断だったんじゃないかなとすごい思います。はい。でですね、そんな感じなんですよ、普通に。解除されて、そんな異常行動起こる可能性は全てあるので、飲んでて、大丈夫じゃないですかっていうことですね。はい。そんな感じかな。これからもインフルエンザの薬とか、いろいろ出てくると思うので、新しい薬。なので、その都度、いろいろ副作用とかあると思うんですけど、それは仕方ないことかなと思います。全部万能薬とかはないので、使用、例えば2カプセルとかが通常の容量だけれど、それを20とか100とか飲んでしまうと、薬だったのが危険なリスクに変わってしまうということなので、そういう用法用量は守ってこれから使っていきましょうということですね。何でも過度摂取、過量摂取は危険なので、そういうのは注意していきましょうということですね。はい、ということでですね、今回はタミフル、インフルエンザ治療薬のタミフルが10代に使用制限があったのが解除されたということについてお話ししていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。
また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。